マンユー0、0チェルシープレミアリーグ第6節、プレアリーグ第6節、マンチェスターユナイテ対チェルシーの試合が現地時間24日に行われ、試合は0、0の引き分けに終わっている。今Cのユナイテッドの試合はダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、31分。ユナイドのブルーノ・フェルナンデスが強烈な遊投を放つが、チェルシーの GK エドユアール・メンディに止められた。対するチェルシーも32、クリスティアン・プリシッチが仕掛けて死闘を放つが、ユナイテッドの GK ダビドでアがキャッチ。35分には、マーカス・ラッシュフ・ドに決定機が訪れるも、シュートは足を投げ出した GK、メンディにセーブされる。一進一退の伏せが続いたが、お互いにゴールを奪うことは、来ず。試合は0、0の引き分けに終わっている。得、もの、なし、量。